今回は福島旅行のお話の最終回をお届けします。皆さんこんにちは、 YouTuber のゆいこです。いつも動画をご視聴いただき、お付き合いいただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録や動画の高評価ボタン、コメントをいただけると活動のモチベーションアップにつながります。ぜひ皆さんの温かい応援よろしくお願いいたします。はい、5回にわたってお届けしてまいりましたが、今回で福島旅行特集の最後の動画にしたいと思います。はい、で応援団は変わらずなんですけど、ゼニガメのカゲルくん、あれ三種くんだっけ、カゲルくんだっけ、三種くんかも。カメラ向かって一番右はちっちゃいゼニガメの三種くんで、三種くんの左隣は山伏のモモリンちゃんで、その左隣は、スタンダードなモモリンちゃんに、一番最後は大きいゼニガメのカゲルくんですね。なんかゼニガメちゃんがこうパッと見お相撲さんみたいな雰囲気だから、福島のお話するときはゼニガメちゃん置いてますね、後ろに。はい、というわけでね、今回は、福島旅行の第、5回目になるのかな。はい、福島旅行は1泊2日だったんですけど、なんか到着してなんか 1日目到着して、なんかね、嬉しかったのが NHK 福島放送局に行けたことだったんですね。はい、かつて NHK のアナウンサーの方応援させてもらってたっていうご縁で、なんか NHK 福島放送局に行けたのはとても嬉しかったなと思います。で、うっかりしてた、手元に今ないんですけど、チコちゃんのステッカーを何枚かいただいてきました。で、あとは朝ドラのエールの撮影のなんかスタジオだったかながあったりとか、そんなに広くはないように見えたんですけど、エールのなんか撮影のスタジオっていうのかな、その場所があったりとかしてましたね。はい、あとはですね、小倉茶屋に行って、なんか小倉茶屋は結構レトロな感じの雰囲気で、なんか電話ボックスみたいな電話のお部屋があって、そこを見た時に、それ見た時にドラえもんのもしもボックスみたいだなって思ったんですね。なんかもしもボックスってなんか電話ボックスみたいな感じで、その電話でお願い事を言うとそれが現実になるっていうような感じの秘密道具だったと思うんですけど、もしもボックスみたいだなって思いました。そう、なんかね、他のね団体さんが何組かいたので、あまりゆっくりはできなかったんですけど、でそちらにもね、私が今回ご縁があって手に入れられたスタンダードなももりんちゃんがいて、欲しいな欲しいなとかってずっと言ってて、でも買えたからよかったなって思うんですけど、はい、福島はこれまでに3、4回は行ってるけど、武家屋敷とか、武家屋敷にもね去年行ったんですけど、結構レトロなところ、結構っていうか、レトロなところ何箇所もあるなと思いましたね。東京もね、もちろんあるとは思うけど、レトロなスポットがあるんだなと思いました。で、あとはですね、2日目に、駅からちょっと離れた円都に行ったんですけど、なんか 木でできたお土産物屋さん、お土産が売ってるところに行ったんですけど、なんかそちらでですね、レモネードならぬモモネードをですね飲みました。
なんかジンジャーエール割りみたいな感じだったから、飲んでみたらシュワシュワってなって結構爽やかでしたね。で多分果肉も入ってたんじゃないかなって思うんだけど、はい、でなんか不思議と氷が紫色だったんですよね。何を凍らせてたんだろう、なんか不思議だなって思ったんですけど、モモネードも結構美味しかったですね。やっぱり福島って言ったら桃ですよね、うん、去年かな、国技館に行った時、国技館っていうか両国に行った時も駅に桃が売ってたので、やっぱり福島と言ったら桃ですよね。はい、というわけで今回はなんか短くなってそうですけど、福島旅行の特集の最終回ということで動画をお届けしてきました。いかがでしたか、うん、私はねどちらかというと旅行はのんびり過ごすのが好きなんですね。なんかあっちゃこっちゃいろんなところ行ってっていうスタイルよりも、のんびりこうホテルとか、まあ要は宿泊先でのんびりゆったり過ごすのが好きなタイプですね。はい、結構マイペースな人間なので、そういうのんびり旅行が好きですね。はい、というわけで、5回にわたってお届けしてまいりましたが、今回は福島特集の最終回といたします。はい、というわけで、本日の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただき、お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。チャンネル登録や動画の高評価ボタン、コメントをいただけると活動のモチベーションアップにつながります。ぜひ皆さんの温かい応援よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。 YouTuber のゆいこでした。それではまたね、バイバーイ。